はい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 。今日のはメンタル的に来るよ、この負けは。マジで3連敗してて、まあ、こっからもう一回仕切り直しやって言ってる時に、この負けはメンタル的にマジで来るって。選手もそうやし、みんなも、監督とかもそうやけど、ファンが一番来るって、これ、メンタル的に。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、楽天対巨人の試合解説、徹底解説のほどやっていきたいと思っております。はい、まず結果なんですけど、地獄です。はい、7対6で、まあ、楽天がサヨナラ勝ち、まあ、巨人がサヨナラ負けというような形になっておりますと。はい、まあ、皆さんね、もし、貸したら試合見てて、これも見てくれてる人もいれば、試合見てなくて、これだけを見てる、人もいる、いろいろいると思うんですけど、まあね、今日は勝てたと思ったよ。ほんまに。多分みんな思ったんちゃうから、うん。みんな今日はね、ああ、勝てるわ、って、多分おそらく思ってたはず。うん。僕も思ってました。で、まあ、これ、スコア見たらわかるんだけど、まあ、最後のね、8、9で5点取られてるんですよね。うん。そら勝てへんやろっていうところ。うん。まあ、でもな、まあ、やっぱり、ピッチャー陣は、僕は攻めたくないと思ってる。特に、リリーフ陣は。これまでこんだけやってくれてるから、僕は攻めたくないと思ってる。ただ、今日は、ちょっと、まあ、バルノナードにしても、まあ、西立にしても、まあ、ちょっと、良くなかったなっていうね、ところはありますと。まあ、でも、僕、この間のちょっと前の動画も言ったけど、やっぱり、岡本、坂本並べると、多分今、あかんぞ。あの二人、多分、あの二人、並べるけど、全然うまくいってないから、やっぱ、離した方がいいんちゃうかなって、俺は思うのよね。うん。まあ、詳しく今日やっていきますけども、もうちょっとね、怒る元気もなくなってきました。はい。はい、こちら。今日のゲームの一言目はこちら。まあ、勝ちゲームだと思ってた、てんてんてん。最終回、てんてんてんっていうところで、もう、怒る気力すらないコメントというところで。まあ、ね。やっぱり、後ろが崩れてくると、やっぱりきついなっていう感じはするし、なんてたって、やっぱ守備の、硬さと、リリーフ陣の、その、安定感っていうところで、まあ今ね、いいところまで来てるんで、そこのがね、崩れてくると、やっぱりきついよね。もともとそんなめちゃくちゃ打てるチームじゃないから、巨人今年に関してはね。だから、そこが、ちょっと歯車が狂ってきてるかなっていう感じはすごくしてますと。はい、じゃあね、得点シーン振り返っていきまして、気になるところを見ていきます。はい、まず得点シーンなんですけど、まあね、今日すごく良かったんですよ。序盤ね。2回表、岸田選手が、ランナー1塁でホームラン打ちましたと。もう完璧2ボールからストレートだけ狙ってって引っ張って、あんだけ短く持ってんのにホームラン。で、出口選手も連続ホームランというところで、もう、3番、4番じゃなくて、ね、岡本、坂本が打てないんだったら、俺たちでやってやるぞっていうところがすごく見える。うん。で、ここ3点でしょ？で、3回裏にですね、村林選手のレフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から鈴木選手の、タッチアップね、犠牲フライで1点、2点でね、ここ2点でしょ。で、4回表、で、ツーアウト1、2塁から丸選手のこれ3ランでなんと、素晴らしいよね。前のボールね、インハイで空振りしたんだけど、それより1個低いボール来て、それをホームラン打ったっていうところで、素晴らしいなと思います。マジで。ここまではね、で、そこからゼロバーッと続いていきまして、ここですよね。8回裏、ノーアウト1塁で、浅村選手にホームラン。まあ、これストレートね。行かれましたと。ツーランね。まあ、まだここまではまだ勝ってるじゃないですか。6-4 で。まあまあ、2点あればバルノーダードでいけるやろってとこで、まあ、ワンアウト満塁から阿部選手の押し出し。で、ツーアウト満塁で、小郷選手の、まあ、サヨナラタイムリー。ツーベースというところで、まあ、サヨナラ負けってたところで、まあ、結局ね、うん。まあいろいろあるんだけど、やっぱりピッチャーに関しては今日見てて、ファーボールよね。どう考えても。うん、これも、バルノナードも結局三振四球してるわけでしょ？この回。それはちょっときついって。うん。
キャッチャーはもうリードじゃないから、もう取れるボール、選択していくっていう形になってしまうから、取れないと。うん。そういったところで、バッターも絞りやすくなってくるし、やっぱり153とか4とか投げるんだけど、やっぱりボール先行になってくると、バッターはね、自分に有利な待ち方、二重張りみたいなこともできるから、二段構えみたいなことできるから、そらね、ミートする確率も増えていくやろうっていうところです。はい、じゃあ気になるところね、見ていきます。はい。はい、まず1回裏ですけども、まあ、2アウト3塁からね、鈴木選手を、ファーストゴロに抑えれた。これ非常に良かった。2アウトから辰巳選手にうまいことフォーク打たれて、3塁打になりますと。すごく、足速くて3塁打になりますと。で、2アウト3塁でしっかりファーストゴロに抑えれた。同じフォークでしっかり抑えれたっていうのは非常に良かったと思いますと。で、2回表も、ここね、先ほど言ったように、やっぱりこう、下位打線ね、8番、9番でしょ、ここ。だからそこが、ホームラン2者連続よ。って考えたら、相当すごいよね、やっぱどう考えてもね。で、岸田選手先ほど言ったように、まあ、あんだけ短く持ってますと。で、2ボールなりましたと。で、球が強いピッチャーなんで、まあ、ストレートで取ってくるでしょっていう風な、もう万張りというかね、万張りして、万振りして、パーンとホームラン打ってというところで、やっぱり短く持ってても、やっぱし、ある程度ね、死んで捉えたらやっぱ飛びますよ。うん。で、2アウトからですね、泉口選手もこのホームランというところで、素晴らしいよね。7球目の最後ストレートね。3-2からのストレート。うん。これも、弾丸ライナーで行ったわけですよ。僕、あんまりパワーはそこまでないのかなと思ってたんだけど、この今日の打球見ると、やっぱり、いい打球打ってるなと思うし、やっぱりこう、当たればね、スタンドインにするだけの力っていうのはみんなありますから、そういったところで非常にね、すごいなと思いました。ここの2者連続ホームランというのはね。うん。で、しっかりここ書いてないですけども、点取った後の回のね、2回裏ですね、フランコ、浅村、渡辺というところをね、しっかり三者凡退に抑えてるこの山崎伊織投手のピッチング、素晴らしいよね。うん。ここまでは全然いいのよ。で、3回表ね、これ、先ほどピッチャー陣にちょっと言いましたけども、やっぱり僕ね、岡本、坂本がなんとかしなあかんと思うんですよ。ほんまに。今日も、どっちか打ってたら、得点圏で。めっちゃ楽、もっと楽な感じで進めてたと思うんですよね。はぁ、きついね。ランナーなしからヘルナンデスヒットでしょ？で、直樹さんがバントでしょ？セーフティー気味のバントでうまいこと決めて、で、ワンアウト二塁で岡本選手、キャッチャーフライね。で、ツーアウト二塁で坂本選手、セカンドゴロ。だから僕これね、並べない方がいいと思うよね。前も言ったけど。うん。そんな感じすんの俺だけ？ほんまに。で、3回裏も、ここね、小郷選手ね、これ非常にやっぱ調子いいよね。ワンアウトから、小深田選手がこれね、センター前ね。で、ワンアウト中で小郷選手、ライト前。これも、まあ、小深田選手が足が速いから、まあ、スチールとか、そういったところもワンアウトだしね、あるのかなと思ってたんですけど、まあ、エンドランはね、多分おそらくないなと思ったんですよ。まあ、小郷選手調子いいんで、そんなにね、無駄に転がするというか、そういったことはしないかなと思ってて、まあ、来るんであれば、ランエンドヒットが来るかなっていう、うん。ランナー走って、打てるボールだったら打っていけっていうのはあるかなと思ってて、で、実際このライト前ヒットも、ランエンドヒットかかってるんですよ。ランナースチールして、打ちに行ってライト前ヒットなんで、これも一番いい形、1、3塁っていうのを作れてるんですよね。で、村林選手はこれヒットでしょ？これも、1、3塁作ってるから、これ3、4が抜けるわけですよ。で、1、2塁で、ワンアウト1、2塁で、辰巳選手のセカンドゴロを、まあ、珍しく直樹さんがエラーしてしまうと。まあ、そういった時もあると。で、ワンアウト満塁で、鈴木選手がこの、チャンスをね、しっかり、最低限、だけども、しっかり、やっぱ犠牲ぐらい打ちに行くんですよね。うん。っていうのは、やっぱり、今の楽天の強さというか、きっちりやっぱ取るとこ取ってくるよね。どう考えても。で、今日見てて思ったんだけど、巨人は結構各駅停車多いんですよ。連打ついても1、2塁とか多いんですけど、今日の楽天の攻撃見てると、まあ、足使ってるっていうのもあるんだけど、1、3塁っていう場面をめちゃくちゃ多く作ってるの。うん、だからそういったところも、やっぱりね、1、3塁がなんで点入りやすいかっていうと、ファーストがね、1塁についたりとか、守備体系がね、中途半端になったりするんで、ヒットゾーンが増えたりするんですよ。そういったところで1、3塁って、点がすごく入りやすい、なんて場面って言われてるんですけど、そこをね、多く作れてるっていうのは楽天が非常にね、今、調子がいいというか、強い要因だと思います。
で、次4回もでね、これホームラン打ったわけですよ、丸さんがね。これ、スリーラン。素晴らしいですよ、マジで。で、ストレート2球来て、スプリット来て、ストレート2球いってるんですよ。で、このホームラン打つ前に、丸さん空振りしてるんですよ。で、インハイのボールね、すごく難しいボール空振りしてて、で、その次のボールも多分、おそらく、あ、これ遅れてるというか、合ってないから、もう1球いけるわっていう風な心境だったと思うんですよね。で、そこで行ったんですけど、そのボールよりも、さっき空振りしたボールより1個低くなったんですよ。うん。それでホームラン打てたんですよね。逆に、それより1個高く行ってたら、多分丸さん三振してたんですよね。なんだけど、いいところにコースは行ってるんだけど、高さが1個低くなったから、バットが出しやすくなってホームランっていうところで、まあ、これはね、打った丸さんが素晴らしいなと思います。はい。で、その打ったね、ホームラン打った後もヘルナンデスがセンター前ヒット。で、ツーアウト1塁から、吉川選手がセンター前ヒットっていうところで、ホームラン打って流れが、まあ、切れたにもかかわらず、2者連続ヒット出るんですよ。で、ここで岡本って時に、ショートゴロね。まあ、打球はそんなに、悪くはないんだけど、ショートゴロっていうところで、やっぱ坂本岡本だよね、今日どう考えても。うん。で、次ですね。4回裏ね。まあ、この点を取った後の回で、あ、絶対抑えてほしい とこなんですよ。で、ワンアウトから渡辺選手ね、ヒット。で、ワンアウト一塁で太田選手センター前ヒット。で、一三塁で小深田選手セカンドライナー。で、ツーアウト一三塁で小郷選手をデッドボール当てちゃうんですよね。で、ツーアウトまでで村林選手。ここをしっかり空振り三振取れたっていうのは非常に大きかった。うん。先ほどね、打たれたり、先制タイムリー打たれたりしてるんで、先制というか、ここね、タイムリー打たれたりしてるんで、やっぱここでね、もう一本打たれちゃうとっていうとこなんですけど、やっぱりここで抑えれたのは、非常に、同じバッターに何回も同じことをされないっていうのと、先ほど点取った後のイニングなんで、しっかり締めるっていうところで非常に良かったと思いますと。はい、で、次、ちょっと飛びますけども、8回裏ね、で、ここ、まあ結構テンパってた回なんですよ。で、西成投手行って、まあフランコ、ヒット。で、ノーアウト一塁で浅村選手ホームランね。これストレートストレート行って。だからファール取ったから、狙い変えてくるかなっていうところで、もう一球まっすぐ行ったんですよ。そしたらそれホームランっていうところで、ホームランね。まあ甘かった球ではあるんだけど、まあ152、3ぐらいかな。をしっかり打てたっていうのは、まあ、浅村選手の技術の高さかなとは思いますと。で、まあ、その後ですよね。で、ノーアウトランナーなしで渡辺選手、セカンドライナー。で、ワンアウトランナーなしで、この、茂木選手か。お、フォアボール出したのが良くないよね。結局、フォアボールなんよね。で、フォアボール出して、ホームランも打たれてるから、というところで変えますと。で、高梨選手ね。高梨投手行きますと。で、ワンアウト1塁で小深田選手見逃し三振。で、ツーアウト1塁で、大郷選手をフォアボール。で、ツアーで一塁で村林選手をフォアボールというところ。やっぱフォアボール多いよね、どう考えても今日ね。うん。で、ツアーと満塁で辰巳選手を、ショートゴロね。これも、まあ前のね、まあ小郷選手の時とか、スライダーがやっぱり結構ね、こう狙いすぎてて入ってないっていうのがあるんで、逆にこれ辰巳選手の時に、スライダー1球行って、2球シュート行って、ストレート行って、もう1球2球シュート行ってるんですよ。だから多分スライダーの制球が悪いっていうの分かってるから、じゃあもう、シュートで勝負しようっていうところで、シュートで勝負して、ショートゴロに打ち取れた。これは非常に良かった。うん。ただ、まあ、その、大江投手とかもそうやし、まあ今日で後で言うけど、バルドナードもそうやし、高梨投手もそうやけど、やっぱりちょっと、フォアボールが多いというか、最近、特に最近、うん、ちょっと状態が落ちてきてる。まあ多分、おそらく、疲労も溜まってきてると思うんですよ。うん。だから、これもしかしたら、泉投手とかでも、状態見てね、良かったんちゃうかなって思うんですよね、この高梨投手の場面ね。で、最後9回裏、バルドナード三振自球で、これなんですよね。結局これ、うん、ランナーなし鈴木選手ヒットでしょ。で、ライトフライ、次のバッターライトフライね、フランコライトフライで、ワンアウト一塁で浅村、渡辺、小深田ね、フォアボール。きついよね、これ。きついよね。これはきついよね、マジで。じゃあ、村林か。村林、小深田三振か。うん。だから、ここで3つ連続でフォアボール出してるんですよ。そらきついって。うん。で、見てたけど、もうハラハラしながら見てたけど、やっぱり、まあ、狙いすぎてボールになってる時もあるし、もう完璧に抜けちゃってるボールもあるし、っていうところで、まあ、ちょっとやっぱりね、疲労が溜まってきてるんだと思う。うん、やっぱり、このフル回転でこんだけ抑えてくれてるから、うん。
だからあんまり言いたくないんだけど、やっぱり、まあ、安倍監督の真ん中じゃないけど、まあ、2点差しかないけどね、やっぱり、そんなホームランで再々打たれないから、ファーボール出して、出して、今日みたいにドカンってやられるぐらいだったら、もうほんまに、もうゾーンの、甘いところでもいいから、やっぱり狙っていかないと、そこに投げていかないと、バルドナードもね。だから結局、あの球があるから、ファールとか取れると思うんですよ。あんな153とか4を、パカパカホームラン打てないと思うんですよね。あの角度があって。だから、まあ、すごく怖いのはわかるし、慎重にならないといけない場面なんだけど、そこの塩梅だよね。うん、だから、難しいところではあるんだけど、まあ僕なんかね、守護神なんかやったことない、ピッチャーもね、ほとんどやったことないから、その、まあ少年野球とかしかやったことないんでね、わからないけども、でもあれだけの球あったら、普通にゾーン投げ込んでても、多分そういう再々打たれないと思う、ホームランは。うん。だから、まあプレッシャーは感じてると思うんだけど、やっぱ3者連続フォアボールっていうのは良くないよね。ああ、マジ良くない。うん。で、最後の、この、小郷選手のね、このヒットもね、その、打つ前のボール、多分おそらくボールなんですよ、インサイドに逆球いって、それを審判がストライクって言ってくれてるんですよ。で、バッターからしたら、打つやろってなるんですよ。これボールやろって思って、そっからのメンタルで打たれてるんですよ。だから、よっぽどやと思うんですよね。よっぽど状態いいのもあるし、チームとしてこう乗ってるっていうのもあるから、普通そういう、え?みたいな時って、審判が誤審みたいなことした時って、バッターってやっぱ切り替えるの時間かかったりとか、その打席、大概ね、良くなかったりするんですよ、結果が。だけどそこで、やっぱしっかりタイムリー打てるっていうのは、その状態の良さもあるし、やっぱ楽天のその雰囲気とかね、まあこの三四時球出してるからっていうのもあるんだけど、まあそういったところが非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、ね、今日はちょっと元気がないというか、僕自身にも元気がなかったというか、ちょっとこれもうほんましんどいぞと、このゲームは。うん。どう考えても勝ちゲームやぞと。ほんまに。うん。だから、今日ね、やったーと、いおりで、連敗ストップやと、ほんまこの辺まで思ってましたよ。6回、7回ぐらいまでね。で、それで逆転負けてどないやねんって。ほんまにもうちょっとね、もうブチ切れるというよりかは、ちょっと呆れに入ってます。僕ね。はい。まあ、もうね、もう交流戦優勝はもう 100% 無理やと思うし、まあ無理か。無理やな。無理やし、ちょっとこれね、まずいなって、ピッチャー陣がちょっと崩れ始めてるんで、ちょっとリリーフがね、崩れ始めてるんで、ちょっとやばいなって感じはしてるし、もう早く中川大成帰ってきてくれて。ほんまに頼むからっていう風に改めてね、今日の試合で思いました。はい、そんな感じでね、今日はすいません。ちょっとなんか、グダグダしたような動画でやってしまったかもしれないですけども、まあ、それだけね、ちょっとジャイアンツが、ちょっとやばいと、マジでやばいんちゃうかっていう風に感じててね、ちょっとショックで、ちょっと立ち直れそうにないかもしれないです。っていうのは冗談ですけども、また明日からもね、しっかり応援していきたいと思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はありがとうございます。じゃあ、バイバイ。